障害物に隠れたからって安全ではない。はい、どうもこんにちは、ハロワです。ってことで今回もモダンウォーシップやっていきましょう。今回はですね、あのブルーシャークを紹介したいと思います。はい、こちらね、マーケットでね、2万アートコインぐらいで買える鑑定でして、耐久性がね、41万6000となっています。速度が 28.8 ノットなので、結構ね、機動力は高い方かなって思います。で、操縦性は 10.5 なので操縦性もいいですね。で、レーダーも 10.4 キロなので結構レーダーも広いかなって思います。で、ソナーは2キロメートルなので、ソナーは標準的っていう感じですかね。で、まあ武装を見ていくと、固定のミサイルと、あと自由枠のミサイル2枠で、固定の艦砲に、2枠の魚雷で、固定のね、ヘリと、あと自由枠のね、ヘリがついていて、2機のね、ヘリがついています。で、その他自動艦砲2枠に防空3枠で、固定の防空がついています。で、まあね、今回はね、自由枠の、ミサイルは40式で、魚雷は、タイプ89で、ヘリはね、ディファイアント X を乗せています。で、その他自動艦砲ラピッドファイアで、防空タイプ 730C ですね。で、この艦艇はね、特殊なね、仕様を持っていて、このミサイルと、あと固定のヘリがね、連携されています。で、まああれ、その他ね、専用迷彩の、光学迷彩がありまして、こちらのね、迷彩がね、購入できます。はい、めちゃくちゃかっこいいでしょう。もうね、背景がね、透けていますね。うん、ってことで、早速ね、ちょっと練習モードでどんな感じかやってみましょう。さて、練習モードに来てみました。早速ヘリをね、出していきたいと思います。で、まあヘリを出すとね、ミサイルと母艦のね、イラストが見えると思うんですけど、これをね、押すとね、母艦からね、ミサイルがね、発射されます。ってことで撃っていきましょう。ほい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 、するとまあこんな感じで、ミサイルがね、発射されて、相手に攻撃できるっていう感じですね。で、まあね、このヘリを使って、障害物の裏に隠れている敵にロックオンして、でミサイルを撃って攻撃していくっていうね、形のね、仕様になっています。これがね、ほんまにね、チート級なんですわ。うん、本当にこれが強い。うん、ってことで早速デスマッチでやっていきましょう。ここでまず1戦目やっていきましょう。で、早速ブルーシャークのヘリを使ってね、攻撃していきたいと思います。そこの敵はなんだ、空母か。あ、空母なら普通にとつっちゃうか。うん、普通にとつりたいと思います。うん、これはね、ヘリを使わずに普通に倒した方が早いと思います。さて、そこにグラス号がいるので、とりあえずミサイル撃って攻撃しちゃうかな。待って、これ普通にキル取れるのでは。普通にキル取れるのなら取っちゃいましょう。さて、グラス号が、うん、そこにいるので普通に攻撃しちゃおうか。ほい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 。で、まあミサイル撃って艦砲もしっかり撃っていきましょう。で、これキル取れたら嬉しいな。キル取れる？キルアシストかーい。じゃあちょっとこっちの空母倒しましょうかね。うん、さて、爆撃機から攻撃されてますね。 H10 やべえぞ。先に防空で落とせたらいいんだけど、これ落とせるかな。うん、難しそうだな。じゃあ普通にちょっと空母に攻撃していきたいと思います。ほい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 。これ倒せるかな。とりあえずヘリとか出してちょっと火力支援していこうか。うん、ってことでミサイルを撃っていきます。で、ほい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 。で、まあ魚雷とかもいろいろ撃っていきましょう。これ厳しいな。これ普通に厳しいぞ。とりあえずヘリとかも使って攻撃していくんですけど、 OK、 空母はとりあえず、うん、始末しました。いやー、危なかったね。本当に危ない。で、ブルーシャークのね、迷彩についてなんですけどね、ブルーシャークのね、迷彩つけると背景がね、透けるもんでね、普通に相手からね、攻撃しづらいっていうのもありますし、あと遠くからだとね、機動力高いもんでね、うん、普通に艦砲とかね、当
当てづらいんですよね。でそこにグラスゴーがいるのでちょっと攻撃しましょう。これバレてる自分、あーバレてますね。これはちょっと普通にチャフを焚いてちょっと、回避しましょうか。うーミサイルが痛い。これはちょっと逃げましょうかね。待て、どっからかわかんないけど攻撃受けた。ベルゴロドかーい。さてと、蘇りました。でまあこういうところでまあ安全圏からね攻撃するのもね一つの手かなって思います。ってことで、ヘリをね出して攻撃していきたいと思います。あそこにグラス号いるの。じゃあ普通にミサイルを、ヘリから撃ってでまあチャフを焚いてまあ艦砲を撃っていくという形ですね。これちょっと体力やばいので普通に修理キット使いますね。ほいでまあグラス号に攻撃していくっていう感じかな。ほいこれで多分倒せるかな。 OK 倒していく。ナイス。あ間違えてチャフを焚いてしまった。これはちょっと修理キット使うかな。で君かさっき僕をキルしたのは君か。これはちょっと逃げますね。ベルゴロドはちょっとダメです。でそこに連敗がいるので連敗に攻撃しちゃいましょうか。ほいでミサイル当たる。当たってますね。めちゃくちゃ当たってますね。素晴らしい。けどキルは取れないか取ったのかわかんねえ。お、そっからまたまた連敗がリスポーンしてきたか。連敗リスポーンしてきますね。じゃあちょっと攻撃して倒しましょうか。さてミサイル来てるんですけどしっかり着砲を焚いて回避していく。さて音声がちょっと乱れていると思うんですけど普通に攻撃して倒していく。素晴らしい。でベルゴロドは普通に逃げます。さてとブルーシャークのヘリで攻撃していきましょう。さてベルゴロドにね対してミサイルを撃っていきます。ほい当たってますね。素晴らしい。これはベルゴロドも想定しなかったことなのではないでしょうか。はいってことで一方的にねミサイルを撃ってね攻撃していきたいと思います。はいミサイル当たってますね。素晴らしい。ヘリやられちゃいましたか。まあこっからちょっとベルゴロドをね攻撃していきたいと思います。普通にキルパクされたくないな。これ普通に自分がキルを取りたい。取れるか。あーキルパクされた。デスマッチではブルーシャークはちょっと厳しいかなって思います。ってことで次オンライン戦でやっていきたいと思います。さてと2試合目やっていきましょう。2試合目は未踏の岩ですね。ってことでやっていきましょう。これ左から攻めましょうか。これ左から攻めていって敵をねバンバン倒していきたいと思います。さて敵は潜水艦と戦艦とウシャコフとグラス号か。 OK グラス号やれたらとりあえずは大丈夫なんですけどね。やれなかったらやれなかったで結構きつくなるんですよね。ってことで左からねガンガンやっていきたいと思います。さて早速目の前に潜水艦がいたので攻撃していきます。これ潜水するよな。潜水しない。あチャフは焚いたね。あ潜水するよね。ですよね。で左にグラス号がいるんですか。なるほど。これちょっとミサイル消してくれないかな。消してくれなかったね。ミサイルが痛いね。これちょっとグラス号をなんとかしないといけないのでちょっとグラス号やれますか。よくしょ。でミサイル撃って魚雷も撃っていこうか。で今ちょうどチャフ焚いたの確認したので40式を撃っていきたいと思います。いけ。よし、いった。オッケー。これで多分ミサイルは刺さるでしょう。はい、刺さった。防空で消されたか。で、目の前に潜水艦がいるので、ここで一回敵のミサイルを障害物で消してから、あれ、グラス号に対してちょっとミサイルを撃っていきましょうか。ほい。で、まあ、魚雷とかもしっかり撃っていきます。で、チャフを焚いて、しっかりミサイルを回避しながら、グラス号に攻撃していく。OK! やれたね。ナイス。で、そっちのトリエステにも攻撃していきます。40式と固定ミサイル撃って、艦砲を撃っていく。この艦砲当たるよな。当たってるね。OK。で、ミサイル飛んできたので、しっかり、障害物で回避していく。こっちはチャフで回避しようか。OK。で、トリエステも普通に攻撃していく。行って一人で二人をやり二人をね相手にしたいと思います。
さて潜水艦に魚雷撃って、こっちはチャフ炊いて、トリエステにミサイルと艦砲を撃っていくっていう感じで攻撃していったら多分いいでしょう。多分大丈夫でしょう。で潜水艦に魚雷撃ってすぐ逃げて、でトリエステ、あ、ヤマトが出てきたか、オッケー、ヤマトに攻撃してからまたまた潜水艦に攻撃するっていう繰り返しですかね。うん、潜水艦やれたらねだいぶねやりやすいんですけどね、うん、なので先にねちょっと始末したいと思います。だってミサイルを思いっきりぶっ破しちゃうと、うん、チャフを焚かれて回避されますよ。これ潜水艦早めにやりたいな。これちょっと潜水艦に魚雷撃って、ディファイアント X の魚雷はもうない感じか。うん、これはちょっと耐えましょうか。これは修理キット使って耐えます。で、お、出てきた、お、出てきたのなら大歓迎。はい、ありがとうございます。いいね。で、次そこにウシャコフがいるので、ウシャコフに対してミサイルを撃っていきます。で、チャフを焚いて回避して40式をぶっ放してから艦砲を当てていく。 OK、 うん、今のところ順調だな。けどヤマトから攻撃来ているから、ちょっとヤマトの相手もしてあげましょう。向こうは暇すぎてね、こっちに攻撃しに来ているので、しっかりね暇を作らないことも大切です。さてミサイル撃って艦砲を撃って倒していく。ナイス。さてあとヤマトですね。ヤマトをちょっとやっていきたいと思います。いやー、ヤマトさんごめんなさいね、暇すぎてこっちに攻撃してくれたんですね。ありがとうございます。ではあなたを今すぐ海底に沈めたいと思います。さてまずミサイルを撃っていきましょう。これでチャフ焚くかな、どうかな。当たってるね、当たってるね、当たってるね。チャフは焚かないね。じゃあ40式撃とうか。今チャフ焚くか。じゃあ固定のミサイルいきますっていう感じで攻撃していきましょう。でヤマトの手法来るんですけど、しっかり機動力で回避していく。うん、ここからだったら普通にヤマトの手法機動力で回避できそうだから、うん、そういう感じでやっていこうかな。うん、ってことでミサイルを撃っていきます。はい、ちょうどチャフ焚いちゃったね。うん、じゃあもう艦砲とかミサイルとか全部いきます。はい、ありがとうございます。強すぎるってことでね、2試合目はね160万ダメージの4キルで終わりました。 GG。 はい、ってことでいかがでしたでしょうか。いやね、ブルーシャークほんまにね、固定ミサイルとあとヘリコプターの連携がめちゃくちゃ強いです。しかもね、ヘリコプターがね2機あるのでね、もしね索敵をする前にね、こっちのヘリコプターがやられてしまっても、一応ねこっちでね索敵もできるので、結構そこら辺を含めて強いかなと思いました。しかもねこのねヘリね、運営さんの優しさがね、溢れているヘリでして、なんとね2機ねヘリ使うことができるので、合計でねヘリ3機あると思っても全然いいかなって思います。であとブルーシャークね、船体自体がねめちゃくちゃね低くてね平べったい艦艇になるのでね、遠距離とかでね戦う時にねマジでね艦砲とか当てづらいです。あと機動力も高いのでね、ちょこまかと動くので結構相手にとってはうざいですね。はい、ってことで今回の動画終わります。よかったらねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ってことで今回の動画終わります。バイバイ。